清水寺は、長崎県長崎市鍛冶屋町にある新温州、霊雲寺派の寺院である。三名は、長崎山。本尊は、千樹観音。当時は、京都、清水寺の僧、吉国により、玄羅九年に創建された。現存する本堂は、漢文八年、東商人の何高財とその子供町を進む、長友らの寄進によって建立されたものである。 重要文化財。漢文八年の混流。入り模屋作り、本瓦吹きで屋根の上部と下部に段差をつけて吹く、しころ吹きとする。平面構成は型5軒で、その中央の型3軒を床上部とし、その周囲の幅1軒分は吹き放しの土間とする。建物外周には、石製石杖板の上に面取り角柱を立てる。 板張り部分は、手前の張り間一見分を外人、奥の張り間に見分を内人とする。外人部分は当初は吹き放しであったが、現状は仮設の建具を入れている。外人の正面から側面にかけて、切り目縁を設ける。建物は西側を正面とし、南側には張り出しを設け、そこに座敷などの四室を他の字型に設ける。外人天井の当たる木を並べた加工は、 長崎の東寺に見られる中国風のもので大幕天井と通称される。新言衆寺院の本堂であるが開放的な構えや細部に見られる中国風の衣装などに大幕寺院との共通性が見られる。内陣にある入りもや作りつま入りの図紙は遠方2年の作である。2005年から2010年にかけて解体を伴った修復工事が実施され、 1862年当時の姿に復元された。長崎県内に残る密教寺院の本堂としては最も古いものであり、2010年12月24日付で国の重要文化財に指定された。道内には本尊千珠観音立像のほか、千珠観音の眷属である28部修像を安置する。漢文8年に、 福建省出身の何高財と息子の町進む町運によって着手された本堂再建の造営を記念した石碑は本堂の府として国の重要文化財に指定されている。所在地、長崎県長崎市火事野町 8-43ABCDF e 県文化財 P38 新指定の文化財月間文化財567ピアニッシモ十10から11 長人、アクセス度 -2017 から06から29、清水寺 HP、アクセス度 -2017 から06から29、何だか在の息子の名前について、清水寺公式サイトには、超広しとあるが、心電案保可書資料により、超進むとする。ありがとうございます。